阪神1から0巨人、22日、甲子園球場。送りバントの判定をめぐって、巨人、菅野が怒りの表情を見せた。写真、そりゃあないよ。再伯の判定に苦笑い顔の安倍監督。3回1死1塁で打席には再伯。送りバントの指示で、2ストライクからの3球目にバットを出したように見えたが、判定はボール。 さらに4球目のカットボールに送りバントを試みて空振りしたように見えた。苦虫を噛みつぶした表情を浮かべた佐伯は、判定を待たずに一塁側ベンチに戻ろうとしたが、なんと判定はノースイング。まさかのジャッジにかんのは、嘘だろといった怒りの表情を浮かべ、三塁側ベンチの安倍監督は呆然とした表情だった。 一度は空振り三振と観念した佐伯は目を丸くしながら打席に戻り、続く5球目に星前への儀打を決め、一塁奏者の木並みを二塁に進めた。西二塁から近本が左前打を放って一三塁と後期は広がり、中野が先生の右前的地打を放った。巨人はその後、六回虫万塁などの後期で決定打を書いて完封負け。関野は今季最多の125球を投げ、 8回1失点と力投したが、15勝目を挙げることはできなかった。